あいつは助かる。希望はあるんだ。スノー、聞いてくれ。ホープのことだ。あの子の母親は僕です。やっぱり出してね、出してね、実験しない。ホープ、ホープ、おい返事しろ。ごめんなさい。ホープ、何熱くなってんだ。妨害されてんだろうが。話があるならまず合流だ。先行するから援護に回れ。しばらく頭冷やしてろよ。なるほど。この作戦は最後の警備部が共同で遂行する。作戦指揮は我々最後が担当する。彼ら警備軍パルムコルムスヤロガンの任務は市民の避難だ。返り討ちにしてやら。強いね。頼むぜ。
え、こいつもか。何者だ。どっから話すかな。半分行かれちまってるが、あんたと同じルシだ。違ってるのは、うちらは国運の人間じゃねえ。ふるさとはグランパルス。お前らが憎んでる下の世界さ。グランパルスでクリスタルになって眠ってた。なのに目が覚めたら国運だった。国運がこうなったのも、あんたらを巻き込んだのも、私とバニラが目覚めたせいさ。場所まで移動します。待たないでゆっくり進んでください。政府はファルシの言いなりだ。狙いはルシだけじゃない。ああやって連行してみんなパージするつもりだな。また関係ない人を巻き込むんだ。何でも自分のせいにすんなよ。無責任だ。まだやれることがある。派手に暴れて軍隊に引きつけるんだ。敵をこっちに。お前を守れと言われてる。だけどみんなも助けたい。どっちを守るかなもんだよな。バカ野郎には解けねえや。無理は承知で両方守るに。悪いけど付き合ってくれねえかな。お前は自分の身を守ってればいいから。よし、立って砕けろだ。これじゃ。